岡山高島屋の隣に設置されていた別荘くんは富士テレビ系列で岡山県、香川県がメインエリアのテレビ局岡山放送のマスコットキャラクター2002年5月1日に登場したオケイは1969年4月1日に岡山の2局目の民間テレビ局として開局1979年4月1日には岡山、香川両県が サービスエリアになったため、富士テレビのフルネット局となった。その後、一時期経営危機に陥り、その際、富士テレビ側から同社へ役員を派遣する動きがあったが、OK 側がこれを拒否したため、富士側は、その報復として同局に対して FNN、FNS ネット番組の30秒以上のネットスポンサー契約を個別交渉扱いとするなど、一時期、 オケイと富士の関係が悪化していた。しかし、オケイ側は2001年に当時富士テレビの常務であった、塚和也を岡山放送の社長に迎え入れ、同局の危機打開策の目玉の一つとして、大型テレビ宣言キャンペーンを2002年5月1日より展開。そのマスコットキャラクターとして登場した。基本的には、全身が白く、回しを締めている。回しには、 相撲のように視聴者と真剣に向き合うという意味が込められている。動物の耳が二つ吐いたような髪型、黒髪。常に、おとしか言わないが発音には色々とバリエーションがあり、猫かである。お君くんには同居人、おじいちゃんがいて、おう、くんと同時に初登場し、おう、くんと一緒に出る回数も非常に多い。また、おじいちゃんの他にも、 様々な王、君の仲間が CM、アニメ等で登場し活躍している。王、片テレビ宣言キャンペーンの CM で初登場を果たした後は王、君だけでなく時には同居人王、じいちゃん、そして王、君の仲間たち、さらにはオケイのアナウンサー等も一緒に出てこのキャラクターをうまく大活躍させ放送局の大黒柱にまで成長、発展させて OK の サービスエリアである岡山、香川両県から多くの人気を集めて大成功を収めた。これにより、同局は経営危機器を打開することに成功した。このマスコットキャラクターの展開の成功例は他の放送局からも注目されているほどである。その活躍の場は、CM はもとより地元の各種企業とタイアップでのコラボレーションによる商品やノベルティを生み、 シーズンごとに、おう、くんが登場し企業を紹介する CM も、ええ、したりしている。また、おう、くんの絵本や子育て応援マガジン、おファンダクラブの書籍も発行したり、オケイバンラジオ体操の、お体操も生み出し、その CD も発売し、この体操を、岡山、香川地域のスタンダードの体操へと根付かせた。さらに、この曲がケーキで、お 君関係の歌を歌うグループユニット、毛玉まで誕生し、その後もほぼコンスタントにオリジナルの歌を発表。CD も発売し、地域の人たちを楽しませていると、様々な面に及んでいる。2002年大晦日には、フジテレビ制作の年末制特番で全国ネットデビュー。その後、目覚まし体操キャラバン中継では、目覚まし君との共演も果たし、 FNS27 時間テレビでもほぼ毎年のように登場している。夏休みや年末年始には、おう、くんの夏だゴー,ゴーセレクションと題したお店や、企業宣伝 CM も OK の女子アナと共に出演している。正月には、明けまして、おう、めでとうと題したミニアニメ CM が流れている。最後には共産スポンサーのテロップが流れる。 2008年8月12日から2014年6月30日までは、地上デジタル放送のウォーターマークとして曲ロゴとともに表示されていた。さらに2013年12月からは、OK 開局45周年記念企画の一つとして、オー、くんの、限界ラストのフリーユース企画を実施。条件付きで一部無料を使えるようになるという、 放送局のキャラクターとしては、前代未聞で異例の企画を始めた。ちなみに、OK の王、君関係の CM 制作は、企業とのコラボ等も含め、年間約300本ほどあるのだという。いずれも、発売元は、OK、岡山放送で、廃盤でない限り、OK の子会社である OK エンタープライズの王、君ショップにて扱っている。ありがとうございます。